はい皆さんこんにちはヨカジェネレーション代表の三木造でございますいつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます今日はですねいつもピンでね本当は登場していただいて僕関わってないでだけど最近ちょっとあのこの方の裏側というか表に見せない側面を見像が掘ってみたらどうなんだっていうところで三木造的には三木造とも喋りますかというところで始まった えー、まあシリーズにはまだなってませんけれども今月もこの方をお呼びしたいなと思いましてヨガコントでおなじみそしてヨガジェネレーションではキッズヨガを講師として担当いただいてます片岡真理子先生ですどうも皆さんゲッツ片岡真理子です <laughs> <laughs> よかったあった <laughs> はい真理子先生でございますがいやね なんかなかなかやっぱりこう前に前回にミキゾーとしと喋った時もなんか新しい側面見れてよかったですみたいなコメントをいただいたりとかなんかあの割と好評だったのであのまたちょっと今日もミキゾ蔵とあの表に出てるリコ先生の違う側面をできれば出していきたいなとこう思うわけですがはいあの今日ねちょっと聞きたいことというかありまして。 ちなみに皆さん片岡真理子先生はヨガジェネレーションでキッズヨガティーチャートレーニングまさ,にまさにキッズヨガの先生を養成する講座を担当メインでねしていただいてましてまあその実態は主単位であるみたいな話もこの前聞きましたけれどもまあ今日はねこのキッズヨガっていうところをもう少し深掘っていきたいなとで今日のテーマはまあもうタイトルに出てるので皆さんお分かりかと,かと思いますけれどもこのコロナ禍における オンラインで、まあ、指導を、まあね、シフトしていかなきゃいけなかったわけじゃないですか我々はでその中でキッズ用がもう漏れなくむしろキッズ用がほど現場ダメって、ね、なってしまった時代をねマリコ先生も経験されてる、うんはい、で実際にマリコ先生はあのーまあ、このコロナになって3年以上、まあ、オンラインでも子どもを教えられてる、うん、まあその実績とかストーリーをベースにしながら聞きたいことはですね キッズヨガってオンラインで指導できるのっていうところをお聞きしたいんですけど、はい、まず実際にマリコ先生、コロナ前はオンラインで指導実績なんてキッズってなかったですよね、当時。なかったです。あのすみません、発想がなかったです、もそ <laughs> あそりゃそうだよね。ナ <laughs> イで,でも、やっぱりこう他のヨガと一緒で。 コロナになっちゃったからもう現場なんかありえない無理ですよって来ないでくださいってこうなるわけですよね。そうですよ。特に大阪きつかったからできなかったですよ。よ <laughs> 大阪きつかった。で,で、その中でまあヨガの世界はありがたいことにオンラインっていうまあいい,いい意味でポジティブに逃げ道っていうところがね、うん、あの扉がガチャンと開いてまあオンラインヨガっていうのが爆発的に一時トレンドになったと。で、その中でやっぱりマリコ先生もオンラインで子供にヨガを伝えるってことをやっぱ始められたんだ。はいあの。 こちらで、あのどうですかって声かけてもらって、とりあえずやるって言ってやりました。<laughs> じゃその辺聞きたいんですけど、まず結論から言うね、聞いてもいいんだけど、うん、実際どうでした、ね、やってみて。いや、すごいメリットの大さにやってみて気がついたというか、<laughs> むしろあの現場もいいけど、オンラインのメリットと、ね、ポジションポジショントークなんじゃないの違,います違う <laughs> いやたことに私も、はい、だからこれはなんかインストラクターの目線ばっかりで見てたらきっとメリットに目を向く人はいないんじゃないかなと思うんですよ。でもやっぱり言っても私も子供もう成人になりましたけど、はい、子供もやっぱり育てた上にあの男の子育ててるお母さんなら分かる部分っていうのが絶対ある。 これだからなるほど保護者側へのちょっとそのメリット <laughs> 僕は意外な言葉だったからおお面白いと思ってしまったんだけど、うん、具体的に言うとどんなメリットがその現場でやるキッズヨガに対してオンラインでやるそのキッズヨガがどんんなメリットを感じたんですかまずこのコロナ禍だから感染しないですよね。 だからこれを感染のリスクのストレスを保護者に与えずに住むことですよね。それはすごい多い。あとどの道現場に来ても私も保育園で指導してますけど、はい、みんなマスクしなきゃいけないんですよ業務上ね。その中であのフェイスゥフェイスがもうなくなってるでしょう大人からの表現とかに対して<ー>フェイスとフェイスもう下手したらもうこのコロナの後半子供までマスクしてるの見てあちゃーっと思って。 ちょっと見て良くくもも悪衝撃でした、うん、ということはこの仕事してて分かるのはやっぱり言語に関して日本語は単語音ボ音イだからまだいいんですよいいんですけど言ってもこの発音傾向って顔の表情筋からもゆっくりとこう何でしょうあの学習してるんですよ毎日子供たちが。その意味でちゃんとマスクを外した状態でしかも感染に関してのリスクがない状態で。 対話ができるあなんかこうストレスを与えてい,いない保護者と親子にっていうところでは、はい、あの特に私はま都会だからいいんですけど私は,実は和歌山出身なんでもう今でこそあれですけど同級生たちがやっぱり感染したりしたらもっと初期はうちの田舎で初めて出た人は引っ越しました生きていけなくて。だからそうどうしして感染したの 何々さあの学歴とか職歴まで任 <laughs> されてその人はあそこに行ったそうですよみたいなのを明かされて生きていけないのを同級生の人たちの様子を見てあなたたちとは違うのっても言われました都会と私たちは違うんだよって言われてなんかちょっと楽しいとこに行きたくてもそういうこと本当にできないんだなっていうことを私も都会に住んでるから気が付かなかったことたくさん。 同級生から今回学びましたその意味でも何か楽しみたいけど人それに見られることさえ難しい地域があることを、うんうん、私、うん、同級生を通じてこの3年間で初めて勉強できたことでした、うん、その意味でオンラインなんか別にアクセスしてても近所の人にばれないし別に感染のリスクもないですよね。うんうん、外ののの人人との交流ががどどれほななくなっってて落ち込んでいる人がいるるかっていうのを、うんうん 同級生の話で随分私今回すごい考えを改める三年になりましたいや確かにそれはメリットだねなんかこう,う大人がねなんかこう嫌っていうのと嫌っていうのではここで覚えれるもんねなるほどそうなんです,んですまずあの子供の脳の発達にあの表情筋見ながらの声っていうのはものすごく重要であるということですね、うん もうまリコちゃんがおっしゃったように僕もねすごい度がつく田舎の出身だからあの、そうちょっとねあのーまあ、のまうちの父親がこの前ちょっと緊急入院をせざるを得なくなった時にやっぱりこうまだ、まだまあ、東京ではもう僕もマスクしてないんですよだけどもうん、田舎ではもうそんなの全然ありえなくてあのもう国がね、<laughs> いいですよって言っててもつけ続けるエリア。 といだからまあその都心のね東京のど真ん中ではだいぶこうマジョリティのそのマスクの層がちょっと変容してきてるなっていうのはあるんですけどそれでもまだ時間かかるっていう時に地方でねどれだけそれがものすごい時間がかかるかみたいなところは今の話聞くとあそうかまだまだまあねしかもオンラインっていうものは。 とてもも便利ななのじゃないですかやっぱりだから、はい、もう一回現場に100%戻ってオンラインが完全になくなるかって言ったら多分答えはいいないやそうはならない多分残り続ける部分側面はあるっていうので、うん、オンラインのね適性に合うものはずっと残り続けるに決まってるじゃないですかはいだからそういう意味ではありですね思いましたそして、うん、なんか私本当に大阪来ても長いからうっかり、はい 自分のの田舎のことを忘れてたんですけどまあ私も田舎で、まあ、大阪で住んでるけど言ってだったらマジョリティにに大しない変わった人だからあれなんですけど田舎でいてやっぱり自分が仲良くする人ってどうしてもマイノリティな個性的な子が多いからその中でやっぱり都会に来てストレス解消してた友人がすごく多い中やっぱり自分が正直になれない場所が長く続くとやっぱり鬱になったりとかあとやっぱりあの 私もオンライン別で大人のやってて皆さんの話聞いててあこれも基調がつながるんだろうなって思ったのが身近な人と常に交流を楽しめてる人ばかりじゃないっていうことをすすごくオンンラインに通じて気がついたんでよだから自分と本当に気が合う人は自分の近所にいない人もいてオンラインのやっぱり親子ヨガの良さって近所だから相談しづらいこともあるけど。 近所の人に知られないからこそ親子ヨガとかで子どもの相談してみたいっていうのも可能だったりしてこの距離が取れてるからこそ本音が言える環境っていうのがちょっと支援センターで聞く悩みとここで聞く悩みとかも違ったりいつも監視されてるから私も出身ででも監視されてないオンラインの世界で親子でのびのび参加していただけるっていうのって。 意外なもうなんか私も気がつかなかったしっていう視、うん、点を地方の方とか同級生の悩み相談って初めて、うん、あのー、自分が見えてなかったことをなんか知ることができてよかったなと思って、うんうん、いやありがとうございますいや半信半疑でしたけど確かにメリットありますね。うん うん、そのお母さんの心のケアとかそういう相談っていうのってもう今やねキッズヨガだけにとらわれずヨガにはねつきものというかねそういうものも別にねあのヨガの先生にカウンセラーになれって言ってるわけではなくて、うん、なんかその信頼関係を結ぶ一つの過程ねとしてなんかそういうコミュニケーションがあってもいいなっていうのは僕はもうそのだんだんがぜそっち応援派なのでそういう意味ではオンラインのこの距離感というかそうなねえ 画面越しの相談のしやすさっていう意味ではありですね。と思いましたととは。ということは結論、えー、オンラインでキッズヨガは教えれる派ということでいいんですかえ、ですね。あと実際にこ、うん、子供側のメリットも高くての表情金だけじゃないんですよ、うんはい、例えば保護者側のまず男の子持ってる母親のっていうのは、うんうん、あのね会場まで来るまでの朝にもめる。<laughs> <laughs> ははははなるほど対応連発して別に本当に子供が行きたいって決してないわけですから、うんうん、なるほど。親が行きたくて子供が連れ,られてこないから行きたいものに行くわけじゃないけど付き合うから、うん、朝からだいたい一揉めするんですよ、うん、<laughs> そういうことね <laughs>、うん、経験者は語る うん東京に来てた子も卒業生の子がね喧嘩しててなるほどそれもなんか男の子呼んであそれもあるねなるほどそうなんですよあんたが行きたいって言ったんでしょとか言って卒業生だからいや子供言わないでしょって言ったママが行きたいのついてきてくれたんだよねどこからって埼玉遠かったねっていう天地で大変でねありがとうねってなるほどあー確かに そうなんですよ、うん、意外にその来ることって思ってるより子供にとったら、うん、ディズニーランドでもないから <laughs> かに絶対自分が好きなことできるわけじゃないし、うん、なんかな飽きてもお母さんがこっちに気使ってあんたやりなさいみたいな感じになるじゃないですかでもやっぱりオンラインだとあの全然飽きても、まあ、なんか他の家族とか先生にこう。 私も気付使わないでって言ってもみんな真面目だから他の親子やってんのにとか,なんか他の子,ど子供に迷惑かかるかなとかみんなせっかく優しいけどオンラインだったら飽きてもどっかおもちゃで遊んだりゲームするしトイレも自由で行けるしまずトイレのリスクヘッジとかも安全だし、うん、あと子供が飽きても保護者も気使わずに住むところ確かにだから子供にだから子供に より強要しない環境を提案できてるってことが非常にいいですよねあと女の子にあるんですけど人見知りプラス場所見知りこれが家だとないのかだからそうだからその子たちはすごい伸びやかなんですよ人見知りこう場所見知り子の女の子たちにとったらだからやってみて、うん、めちゃくちゃ,ちゃメリットあるじゃないですかねそねそうなんですよ <laughs> なん これは僕最近あのー、マリコ先生のね現場のそのなんかキッズヨガとかをねなんかスタッフが見てるらしくてものすごいやっぱり子どもの引きつけ方がうまいしあのキッズヨガがちゃんと成立してるこれがキッズヨガなんだって感動しましたっていう、あのー、感想も僕聞いてるんですよ会議でね。ただそれはまあこれご覧の皆様ねヨガコントって見たことありますわな。 だからできるんだろうって思ってる人が多いはずなんですよ、いわゆるとちょっと、なかなか鋭いとこ使ってますよねあで、まあ、結論はですねその、じゃあ、オンラインでね、まあ、メリット分かったけど、そないに子どもの集中力をこの画面に引き付けるスキルって、素人の僕が考えても、めちゃくちゃ難しいように思うわけですわ。 あそそそうか<ー>そうかかですすねねねだからそれもも秘密がああああるるののよ、ね、あります、ね、あの前もお伝えしっちょっと待ってちょっと待ってっお姉さんそれ話すともういっぱい10分以上超えちゃうからその秘密があるんだろうなって思ったから、はい、それは皆さんまた次回ということで <laughs> <laughs> はいちょっとねあのうん今日はまずその。 きぞもびっくりし,ましたヒッツヨガがこのオンラインのねその世界でも全然通用するしむしろメリットの方が大きいんだよ子供のこと、うん、もっと言うとお母さんのことを考えるとメリットが大きいんだよってことにまあ僕はちょっと驚きを隠せないだけどそれは僕聞きながらマリコちゃんだったらできるだろうなと思いながらこれを聞いてる人は 同じこと考えてるんじゃないかなと思ったから逆に今意地悪な質問をしました。やだどうオンラインで子供を引き続ける <laughs> なんか技があるらしいそれはまた次回に聞きたいと思いますので。<laughs> はい。マリコ先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんマリコ先生のこのキッズヨガのねティーチャートレーニングとかあのイベントとかねあのあの定期的にやっております。こちらの下に載せておきますのでよかったらチェックしてみてください。 次回、オンラインで子供を引きつけるなんかノウハウみたいなことについて踏み込んでいきたいと思いますね次回もお楽しみに。それでは皆さんまたお会いしましょう。では,では